皆様、明けましておめでとうございます。フラワーアーティストシンです。実はこのフラワー TV の目標っていうのはですね、チャンネル登録者僕はね10万人を目標にしてます。まだ8000人足らずぐらいなので、まだまだ先は長いんですけれども、まあ、そこに向かってね、今年も花一本で頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、新年初めてのこの中華街の意気込みを撮影してきました。なのでそちらをこう実況しながら、初めてのねこうフラワー TV を皆さんに見ていただこうと思います。ではね、早速ね中華街の意気込みに入っていきます。どうぞ。はい、意気込みスタートです。今ね、竹が3本立ててありますね。まあ、ちょっと皆さんから見ると2本に見えるかもしれませんけど、これ3本立ててあります。これはね、これ立てたところまでちょっと動画が、録画が始まってなくて、こういう状態からになってしまいました。すみません。そこにこう、値引き松という松を今立ててますね。値引き松、これ、ね、今回曲がってますよね。この曲がってるのは、やっぱりね、曲がってないやつより少し高いんですよね、多分。なのでちょっといい松ということですね。さすがにこう貴賓室なんで、ここはいい松を使ってます。で、松をもう一本立てましたね。で、脇枝を今カットして、かっこ悪いところをカットして、こう短く刺してます。はい、ここで出てきたのはこれボケですね。ボケというこう枝物です。今ね、こう表裏を見て、これ結構ボケの表裏って難しいんですけれども、まあ難しいのは表裏を見極めるのは簡単なんですけど、これがうまくはまらないんですよ、アレンジにね。だからそれをどういう形で、どういう長さではめていくかっていうのが難しいんですね。今それを考えて、カットしてます。今回はこう初めての受け込みなんで、こう挨拶がご挨拶が多いんですね。新年のご挨拶が多いんです。でここでネザーリンファンでファンデーションワークをしていきます。今ね、これ掃除の方がいらっしゃるんですけど、掃除の方が僕のこう iPhone 置いてあるところの前のこれ何ですかね、あれを拭いて掃除してるんですよ。これね、ちょっと相当アクシデントなんですけど、まあ、ちょっとね、なかなかねこういうのも面白いんで、編集でカットしないで使います。はい、ここでモンステラをね入れました。今回こう手袋をしてやってるのは、こうね、どうしてもこうお正月の花って松ヤニが強いんですね。なので手袋をしてやってます。じゃないともうね、本当にこうひどい、ね、手になっちゃって、だから僕ね今回綺麗なんですけど手が、ここのところはずっとこう松ヤニとか作るときは手袋をしてはめてやってるんで、とっても綺麗な手のままいられてます。昔はもうこの時期になるともうコンビニなんか行ってお金出すとね、もう手引っ込められちゃってして大変だったんですけど、まあ、それからはなかなかそういうのなくなりましたね。あ、ちょっと待ってください。シンピジウムが入って、ユリが入って、ハボタンが入ってますね、いきなり。すいません。
ません、なんか違う話ばっかりしちゃって。で、これ今ね、さっきのおばちゃんが電気を消しちゃったんですよ。なので、一気に暗くなってます。で、電気をつけに戻ります。なかなかね、こう、しっかりね、お掃除されてるんで、こういつものね、ちゃんと癖でこう電気を消しちゃうっていうね、まあ、とてもいい心がけだと思います。で、ここダンスリウムを入れてますね。ここでピンポンマムが入りますね。で、今回はアシスタントが入ってます。アシスタント正月のお花の時とかにアシスタント入れてやってますね。いつもは一人でやってるんですけど、はい、ここでね、こう正月といえば千両ですね。千両が入ります。まあ、千両はこう聞く部分にこう少し前の方で聞く部分に入れていけばそれで十分ですね。はい、こちらで完成です。いかがでしょうか。なかなかね、かっこよくて嫌がったもと思います。新年最初の意気込みはこういう感じでの意気込み でフラワー TV もこちらを紹介させていただきました。今年1年またよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。こちらが見えないスマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。では一人でも多くのチャンネル登録をお願いいたします。お待ちしております。